ラオックス、ラオックス株式会社は全国41店舗2016年5月末時点に免税店を展開している大手総合免税店券、家電量販店。2009年に中国の大手家電量販店を運営するソネークモショウの参加となった。社長は大分。法日外国人に人気の高い全国各地に店舗展開。主な顧客層は 中華圏、東南アジア。本業は、家電量販店だったため家電製品が主力であったが、現在は、家電製品だけではなく、リビ用品、化粧品、民芸品、服飾など、取扱い商品は多岐にわたる。社名の、ラオックス、レイックスとは、ラテン語の、ラー、家庭の守護神と、バックス、声を合わせたもので、家庭に幸せを呼ぶ声という意味である。 ラオックスは創業者の谷口正春が1930年に墨田区で始めた電気器具の行商が始まりであり、1939年に開店した谷口商店を源流としている。戦時中に谷口は海軍に招集されたが、終戦後に神田砂町に谷口商店を再建。有限会社か株式会社設立を経て秋葉原に2店舗を開店。 1948年には谷口電機、株式会社に称号を変更、さらに家電小売部門を分割して、朝日無線電機株式会社を設立した。1963年の千葉店の開店を皮切りに、郊外に多店舗展開を開始、会社を資本、管理と経営、販売に分離し、CI システムを導入する検討がなされ、 1976年9月に新会社ラオックス株式会社を設立、翌月にはアサヒ無線電気の店舗の営業を譲り受け、ラオックスとしての営業が始まった。1970年代後半から1980年代前半にかけてはオーディオ機器、1980年代後半からはパソコン関連の販売に注力し、業績を伸ばしていった。 最盛期には関東近郊をはじめ東北地方や新一地方にも地場量販店との業務提携や個会社化を通じて店舗網を拡大2000年代初頭には2000億円以上を売り上げ大手家電量販店の一つに数えられていたその後は主力としていたパソコン販売の落ち込みや大型店舗の相次ぐ失敗さらには家電量販店間の競争に敗れたことなどで 業績が悪化し、朝日無線電気時代より展開していた、郊外店を全て消すこととなった。2009年8月に、中国最大手の家電量販店を運営する、ソネークモショウの傘下となり、同時に新しく、社長に就任したライブンの方針により、ラオックスは、中国人をはじめとする外国人観光客向きの、免税店中心の店として、再建を図ることとなった。 そのため、秋葉原本店では、日本人向けの商品のフロアは1フロアのみとなる。その後、国内の店舗事業、中国での店舗事業、ソネー電機との貿易仲介事業の3つを柱として、事業の立て直しを進めた。途中、日中関係の悪化、尖閣諸島中国漁船衝突事件、2012年の中国における、反日活動や東日本大震災などの、 悪条件が重なったが、アベノミクスを背景とした、円安振興などに伴う訪日観光客の急増が手伝い、2014年12月期には、2001年3月期以来14期ぶりとなる最終黒字を達成した。2015年に入り、メディアは、ラオックスを家電量販店としてではなく、大手総合免税店として扱い、ラオックス自身も自社の業態を、 国内最大規模の免税店としている。ラオックスは取り扱う商品カテゴリーのさらなる増強を目的に、婦人物を製造、販売する株式会社モードへジャコモを買収。その後、株式会社オンワードホールディングスとの合弁会社、オンワード、J ブリッジを設立し、グローバル展開を見据えた新たな商品展開を図っている。 法日外国人向けのインバウンドの先駆者として、国内、中国の両国メディアから注目を浴び、2015年春節を機にメディア露出も多く、2015年のユーキャンの新語、流行語大賞の大賞、幕会で来文社長が受賞した。2016年5月13日付で、事業セグメントを国内リテール事業、海外事業、その他事業に変更。 ラオックスは取扱い商品によって複数の業態を展開している。なお、秋葉原地区でのみ展開していた業態については割愛する。展開している業態、かつて展開していた業態、かつては関東地方を中心に家電量販店を100店舗を超える規模で展開していたが、経営の悪化で直営店は一時は秋葉原の数店舗のみにまで縮小していた。 現在では、東京を中心に、全国の主な観光地に免税店を出店しており、北は北海道、南は沖縄と、家電量販店時代より広範囲に展開している。直営店以外では、小会社のカンダム線電機の運営する、中古ゴルフ専門店、ゴルフドゥが、千葉県に1店舗ある。秋葉原におけるラオックスの店舗は、たびたび大掛かりな再編が行われ、 業態変更、移転、分散、集約など複雑な変遷をしてきた。以下は、各所在地の店舗の変遷を順に示したものである。なお、同じ名称で移転した店については、区別するために、都世代を付記した。開店順に整列する、ラオックスは、同業他社でいうポイントカードにあたるものとして、ラオックスメンバーズカードを発行している。メンバーズカードは一部を除く。 ラオックス直営店で導入されており、ラオックスイモン店頭では使用できない。また、アソビットシティでは独自のメンバーズカードを発行しているが、通常のラオックスメンバーズカードと同等に使用可能となっている。なお、ラオックスメンバーズカードは2002年11月に導入されたが、それ以前にも子会社の東北ラオックスがポイントカードにあたる特特カードを発行していたことがある。 特特カードは仙台店でのみ有効で他のラオックス店舗では使用できなかった。2014年当時増加中の中国人客の対応にあたって中国人留学生を雇い入れ週28時間の法定上限時間を超えて働かせたとして法人としての同社及びライブン社長が2015年12月25日までに不就労容疑で書類送検された。なお、 この事件では同容疑で大阪道頓堀店の元店長ら店関係者3人と中国人留学生4人が逮捕11人が書類送検されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。